今日も暑い一日になりました。今日は6月4日虫歯の日です。歯磨きも楽しくシュッシュシュッシュと歌いながらやることが大切です。コロナウイルスの感染予防にもハッピーバースデーを2回歌いながら、指と指の間、手首の先までしっかり洗うことで、しっかり予防につながります。今日は歯を磨きましょうを弾いてみます。元気に曲奏をイメージして弾くのがポイントです。歯を磨きましょう。主要3和音、トニックとサブドミナント、ドミナント、コードネームを理解して楽しく弾けるととても楽しくなります。今日も暑い一日でしたが、皆さんもぜひコードネームをしっかり覚えてコード奏で弾けるようになると演奏の幅も広がります。今日は6月4日、虫歯の日なので、歯を磨きましょうをお届けしました。 YouTube およびご入会キャンペーンも随時受けたまっております。 CAPIMAKI4041@gmail.com になります。楽しく歯を磨く、楽しくお掃除をする、楽しく手をしっかりと洗う、ハッピーバースデーも波長長、へ長長、と長長、転調して弾ける、いろんな奏法も楽しく学べます。まずコードネームをしっかりと覚えて、アレンジができる、いろんなバリエーションで弾ける能力も楽しく身につきます。それでは皆様、ごきげんよう。